ようこそ勝俣博物館へ。館長の勝俣龍也です。今日ご紹介する展示物はこちら、鉄腕探偵ロボタック鉄腕メロディーワンダフルートということで、こちらをご紹介していきたいと思います。1998年、メイドインチャイナ、当時お値段は1980円、 LR44 電池を3個使用ということで、ボタン電池ですね。当時のこの役者、子役の子が映っております。はい、ワンダフルート、これ大事ですね。もうだいたいロボタックはワンダフルートがないとやってけないのでこれがないと本当にね、君と僕との友情アイテムだバウーということで、中開けて見てみましょう。ワンダフルートアンケート係と説明書がありますね。はい、説明書は硬い、すごい、これぐらいと。はい、じゃあ本体見ていきましょう。1番の時はね、なんかこう石像みたいな、ちょっと鉄骨化してた、なんか白骨化してるみたいな感じのやつでしたけども、2話からはね、こちらのワンダフルートになりましたね。おお、これちゃんと首からぶら下げられるようにボールチェーンすごい長いですね。そしてこれいいね、骨な感じでがすごい出てる。でここに LR44 電池3個、電源オンオフここにあります。はい、オンにしても別に特に音は鳴りません。ボタンを押すと鳴ります。これがコールメロディー。1回しか鳴りませんね。1回押すとで、2がエネルギーメロディー。これ長押しするとこうやって連続で鳴ります。普通に単押しだとこれだけになっちゃうので、長押しですね。真ん中のボタンは。そして最後、3番、磁石メロディー。これが大事。大体ロボタックは、磁石チェンジだーつって磁石チェンジしようとするんですけど、ビューンってエネルギー不足なんですよ。いつもこいつはエネルギー不足。だから、そうすると、こうエネルギーをチャージするんですね。ここで吹いて。これ1回しか鳴らないので、何回も押すと劇中みたいに、でこれでエネルギーチャージみたいな感じかな。エネルギーがみなぎってきたでバウー、磁石チェンジっつって磁石チェンジするとこうやってね。やっぱロボタック面白いし、かっこいいし、すごいいいと思う。本当にこんな、だって斬新なことある？来た、できた。はい、これですよ。あんな可愛いワンちゃんがこうなるんですからね。で急に声低くなって、影山博信さんの挿入歌だったかな、確か途中。まあこんな感じでちゃんと面白く使えるよということで、今日ご紹介したのは鉄腕メロディーワンダフルートでした。これは本当にね、持ってなきゃねダメですね。このロボタックシリーズ集めたい人はね、これ必需品だと思います。それではまた明日。